バシリカのあるサンマルコ広場カナレットサンマルコ広場は、ベネツヤアの中心的な広場で、回廊のある建物に囲まれ、ドゥカーレ宮殿やサンマルコ寺院などがある。ベネツヤアの広場は、方言で、カンポと呼ばれるが、サンマルコ広場は別格であり、ピアッツァと呼ばれる。世界で最も美しい広場とも言われており、観光名所のほか、海からの玄関口でもある。サンマルコは、 ベネツヤの守護聖人である福音記者マルコに由来する。サンマルコ寺院の聖堂の正面部分は中廊に囲まれた台形になっていて、実際より奥行きがあるように見える。この台形広場に海に面したサンマルコ小広場が続いており、全体として L 字型になっている。小広場にはカナルグランデに面して2本の円柱があり、それぞれ頂上には聖マルコを象徴する。 有翼の獅子像と聖徒道路像がある。中世にはこの柱の間に死刑執行台を設置したため、ベネツヤッコは柱の間を通り抜けないという。アックアールタにより浸水したサンマルコ広場サンマルコ、広場の平面ズルカーレ宮殿とサンマルコ広場。ありがとうございます。